どうも、ゆうしゃです。さあ行きましょう。トルネコの大冒険、不思議のダンジョンシリーズ、多分不思議のダンジョンシリーズ第一作目じゃないですか。記念すべき、コンシューマーでのなんかローグライクゲームの先駆けといいますか。うわ、出た、レイクナバヤ。はい、うわ、出た、やりました。僕ドラクエ4も実況してますが、この名場面ですよ。僕がここのトルネコのバイトしてた、これもうめちゃくちゃ僕名場面ですから、ぜひよかったら見てほしいんですけど、こいつが今回はダンジョンに旅立つってことですよね。本来ドラクエ4の中では最もいらないと言われた、あのドラゴン以下と言われた伝説の戦士がね、大きな夢があって、店をやりたいね。自分の店をやりたいのよ。そうなのよ。そのためにはもう嫁の弁当も売り飛ばすっていう、そういう気概が必要なんですよ。でも水だけ飲んでバイトするっていう、世界一の武器屋になる、それがトルネコの夢でしたと。はい。で、夢を叶えるためトルネコは旅に出ました。いったいろいろ騙されたりとかもしましたね。どこ行くねんお前、どこ行くねん。鉄の金庫を手に入れたり、ボンモールの王子を助けたり、いろんなことがありました。なんで岩山とのとこ隙間行くねん。で、自分の店をエンドールにゲットすると。はい。で、ネネさんも呼び寄せて、はい、ポポロを店に呼び寄せました。で、その後導かれて、その後の話なんかな、後日談みたいなことなのかな。こんな噂がトルネコの耳に入りました。何、伝説の勇者が、あれ、ここなんや、このタイミングなんや。どうやら不思議のダンジョンとやらがあるらしい。うん、こいつはすごい洞窟らしい、すごい宝物が埋まっているって話だが、もうすごいすごいって、もう語彙がもう、で、勇者に出会うまでの話なんや。まだ誰も持ち帰ったことがないんだってさと。めっちゃ横で聞いとるわ、人の話。不審者やん。はい。さあ、もう行きたいね。もう行きたいのよ。もう。今の世界の情勢とかどうでもいいんですよね。どんな宝物なんだろう、どこにあるのだろう、探しに行きたい、見てみたい、欲望がすごい。ほら、うろ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 しとるもん。え、しかし店はどうする、家族はどうする。気にしてへんやん、最初からそんな弁当売り飛ばしとんねんから。店は大丈夫ね、ネネがほら見てくれますから。行きたいんでしょと、行ってらっしゃいと。世界一の商人なら何でも知っておかなきゃね。店なんかまた新しく始めたらいいじゃない。ねねも売り飛ばす、もうこうなったら金がいるやろ、行くためには。こうしてトルネコ一家の旅が始まります。一家の旅が始まるの、え、店置いていくの。あ、海を渡り山を越え何年もかかって、ほう、え、そうなんや。やっとその不思議のダンジョンを探し当てました。ほうほう。で、この物語はここから始まります。不思議のダンジョンをちょうど探し当てたタイミングから始まる。地下7階、え、ほう、え、今デモですよね。行きますよ。じゃあ、やっと着いたわね。この村で私たちの新しい生活が始まるのね。ここはどこ、なんてところ。あら、ポポロにはまだ行ってなかったかしらね。あなた、ポポロに村の名前を教えてあげて。あ、村の名前をつけるんや。村にしよう。じゃあ、まあ、もう妹が生まれるかもしれんぞ。村っていうのか。さあ、忙しくなるわよ。あなたはまず王様のところへ挨拶に行くんだったわよね。お店もやるんや。一応稼がなあかんからか。そのとか、村に店を開きたいというのは、便利になって村の者も喜ぶじゃろう。
ところが何故はるばるエンドールから村村村までやってきたのじゃ。なんと不思議のダンジョンで宝探しをしたいとな。でも確かにあの洞窟には幻の宝物が眠っていると古くからの言い伝えがある。しかしあそこはその名前の通り本当に不思議な洞窟でな、今まで誰一人として宝物を持ち帰っても一人もいないねや。やめた方が身のためじゃ良いな。はい、いや違います。いいえ。なるほど、さすがにそんなにあっさりとは引き下がらぬか。噂通りに冒険心の旺盛なやつじゃ。では何がどう不思議かちゃんと説明しよう。あの洞窟に一度入ると幻の宝物を手に入れるまで地上に上がってこれぬ。中には恐ろしいモンスターがうようよしており、倒しても倒してもいつの間にか新しく生まれてくる。モンスターに倒されふと気づくと自分は洞窟の入り口で倒れているのじゃが、なんと持ち物は全てなくなり、性格上げたレベルもすっかり元に戻ってしまっておる。まあこれが基本的な多分不思議のダンジョンのルールと。まあ僕試練もね実況知ってますから、まあある程度は分かってます。トロネコに関してはね、あの知らないですけども、まあまあほとんど変わらんでしょう。正直このシステムが多分ドラクエとか好きな方だとかえって嫌なんですよね。なくなるみたいな、鍛えたアイテムとかね、レアなもんがなくなるっていうのが多分嫌なんで、結構好き嫌い分かれるゲームではありますよね。で、地形が変わっておると、行きたいです。はい、わしの若かった頃とそっくりじゃな。不思議のダンジョン近くにちょっと不思議なダンジョンと呼ばれる洞窟がある。そこの地下10階になぜかわしの宝箱が落ち、宝石箱が落ちている。好奇心が強く冒険心に飛んでいた若い頃の私の落とし物じゃ。なるほどなるほど、それをまず取ってこいと。それを使って地下10階まで降り、わしの宝石箱を手に入れ、また地上まで上がってくるのじゃと。なるほど、まずはその簡単な方を行くっていうことね。周りの者たちの話を聞いていくかい。贈り物は薬草、はいはい、だいたい大きいパン、はいはいはい、腹減りね。オッケー、インパスの巻物、これは要は識別やな。はい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 、識別の巻物ですね。装備してください。はい、装備ね。モンスターの方を向いて戦うのは基本中の基本ですと。OKOKOK、まあ、この山はまあある程度は分かりますよ。ただ試練と違うルールがねあるかもしれないのでね。巻物は読んでください。次はモンスターに向けて振るとモンスターの皆が起こると。はい、壺的なものはあんのかな。もともとの強さに1の切れ味がついたってことっす。金の剣の元の強さに2だから合わせて3の強さってことっす、はい、そういうことね。はい、バイキルトやスカラの巻物で鍛えれば強くなる。はあはあはあ、天の恵みみたいなことか。商人は商人らしく力ません、赤瀬に戦わず、火炎草という草がある。力では勝てないと思ったらモンスターの方を向いてこの草を飲んでみる。イオの巻物、ほう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 。ちょっとまあドラクエの魔法を結構踏襲してる感じか。値段がもう出てんねや、売ることができるのか。斜めに動くとかそういうのは斜めにはここでは動けないのかな。斜め移動あんのかな。この商には不思議な男女の桃子さん必ず送ることになっている言葉があります。古くからの言い伝え、地底にてまず右手の R、 その後左手の十字が加わるとお前の動きはただ斜め、あー来た来た、斜めだけになるであろう。来た来た、 Y と十字が合わさった時動かない、お前の動きは OK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 、 はいはいはい、だいたいわかります。言ってることは。動詞の B と A は HP の戻りを速くするだろう。うん、ターンね。ターンを送るやつね。OK、OK、OK。とりあえず行こうぜ。直です、もう。十字儀の情報に A でモンスターに攻撃できる。もう、言うて僕は、装備しておけば L ボタンで撃つ。装備しておきましょう。よし、オッケー。結構なんか試練より難しいという話を聞いたんですけども、どうなのね。スライム、オオナメクジ、よし。うわ、めっちゃ楽しみ。ちょっとマップはどうやって出すのやろ。こうか、マップの設定みたいなのないんかな。あ、これでいいのか。これちょっと出しときたいですね。鉄の斧、
強いんじゃない？どの程度強いんやろ。剣の強さ4。なんか斧ってなんか強そうなイメージあるけど、そんなには強くないですね。4やったらまだ全然怪武器やね。どうなんやろ、銅の剣とかも来ると思いますけど。松の杖、いきなり未識別なんやね。結構珍しいですけどね。最初は結構チュートリアル的な感じで来るんかと思ったら。ちなみに名前つけたりできんのかな。使ってみようか。名前つけれますね。変化した変化の杖みたいなことかな。変化っぽいよな名前。一応じゃあへえ。まあ僕の持ってる試練の知識で基本的にはいきますからただそんなめちゃくちゃ慎重にはいかないですからね。もう火炎草ね、火を吹けるけど、どれぐらいドラゴン草みたいに飛んでいくのか一マスだけなのかは確認しておく必要があるな。あ、しまった。自動で向くはないの。モモンじゃ強え、モモンじゃ強えわ。あれ聖域ではない、バイキルト。はい、来ました。ボートストーンのあいつ魔導士的なやつがおるな。魔法なんでしょうねこいつは。近く行った方が良さそうやね。よいしょよいしょ。魔導士、うわうわ、やばい！やばい！よ、出た。残ってんねや。一村の人や。ちょ、待って、マジで。ちょ、はずいわ。ちょ、強いや、あいつ、マジで。いや、わかるけどやな。ラリホやると思わへんから。いや、ラリホやると思わへんのよ。もう道具なくなりましたよ、これ。パンぐらいはもらえんのかな。あ、これはもらえんねや。毎回もらえんねや。いや、あれはちょっと罪要素ですよ、ほんとに。ご勘弁よ、あれは。うわ、なめてたー。やっぱね、まあ、バランスの話をするとあれですけども、言うてこれ初期作品やから、その不思議のダンジョンの多分中ではね、やっぱああいうこと起こるよね。お、ダメージ与えた。なんて言ったらいいんやろ。今の巻物のことをなんて言えばいいんでしょうね。使ってみようか。イカズチの杖、まだ操作になれないうちは気をつけないと。っていうか、ちょっとあれはご勘弁やな、マジで。大事故ですよ、僕からしたら。ラリホーか。ラリホーはちなみに一歩なんですかね。そのーどうなんすかね。やってみときたいことがいろいろある。はいはいはい、試し試し。どうせ薬草なんかね、あってもあんま意味ないからな。おとぎり草来た。ルーラ草、はい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 、高飛びやね。意味ない、寝たら意味ないぞマジで。うわ、もうおるやん、おるがな。ちょ、無理じゃないこれ。投げることできるんかな。お金、あれできないっすね。お、上に乗ってる時は何もできないっぽいか。めっちゃ強いっすよマジで。
とりあえず倒して、レベルがまず低かったというポイントはあるでしょうね。しっかりイカズチで倒して、もう眠らされたら終わりやから、まずレミーラよし使ってみよう。見渡して、これも当然道具もない、でも敵も明かりっていう感じじゃないのに、敵も見えてないもんね。もう一個レベル上がったら、あかん、待て、やった結構食らうな。何ターン寝るのこれ、冷めた、厳しいね。しかもレミーラあんまり効果ないっすね、マジで。全然っすよ、マジで。見渡すって言ってもほらねえ、アイテムまで見渡せない。あ、間違えた、盾があれば楽になるのかな。結構腐ったパン、よし、まあ、とりあえずレベル4になっときゃ安心かな。ちょっとパンがあるんでレベル上げしとくか。いや強え、マジ強え、マジっすか、くそ、まだ不安要素がめっちゃでかいなこいつ。何やねん、あと1個レベル上げたい。よし、大ナメクジはもう一撃で倒せるようになってる。よしよし、来た来た。まあまあまあ、眠らされなければ余裕っすよ。さあ10回までやからね。この音、ゲイズと同じ音やわ。チキショーめー、うわ、向こうが先を動けんの、バカな。いや違うんすよ、向こうが先動けてんのよ。目覚めてからもう一個向こうが動くんすよ。いや、これむちゃくちゃ厄介やぞ。今までとちょっと自分の中でルールが違うから余計なんですわ。そうか、めっちゃ下手や。だからあれでは助からないんですよ。永久の可能性が出てくるな。マジでゲイズやな、延々に向こうのターンになってしまう。銀のや、めちゃくちゃ強い。3回ぐらいまでに結構ないい武器とかいい盾持ってないとまともに戦うのは絶対ダメっすね。だから寝とるんやね、避けていけってことやね、逆に言うと。なるほどな、寝とる理由が分かりましたわ。ちょっとでも武器も違うの欲しいですね。よいしょ、よし、一か月使って経験値貯めていこう。来た、盾来た、初の盾、青銅の盾、いいよ。盾の強さ3です。でもデザイン可愛くていいですね、本当に。よし、青銅の盾プラ1使ってみよう、試しに使います。青銅の盾はなんか特殊な効果はあるんですか。装備すると防御力上がるのみでございます。まあでも
どんなもん変わるか分からんけど、魔導士の攻撃を防げれば一番いいですからね。よし、さっきまでは丸裸で盾なんか一個も持ってなかったから、これだいぶ違うんじゃないか。次の回ぐらいでちょっとレベル上げしていきましょうか。間違えた。よし、イカズチで魔導士は積極的に倒していきたいと思います。もうこれ以上死ぬことはないぞ、私は。しっかりいきます。不本意すぎるわ、魔導士2回もやられるなんて。昨日やね。矢はあんまり強くなかったっすよね。どちらかというと矢はなんか触るだけって感じだよね。全然魔導士おらへん。おらんときは全然おらんのかな。まあああいう感じで、でもなんていうんすかね、そのちょっと強めの敵って絶対おるから、結局殴りだけの敵なんて楽勝なんですよね。まあ途中まではですけど、こういうゲームはね、もう特殊能力こそやばいから、オーナメクジとかの上位互換のやつがベロベロみたいなやってきそうな気がする。怖いわ。可愛いですね。なんかでもあのフィギュア欲しくなりますね、ドラクエの。全然敵来ない。シェーシェー、魔導士脇を探しとんねん、わしは。怖いねん、まだ HP30 でも全然怖いから。わし湧いた、大きいもんね。イエス。やっぱ強いから大きいようになってんねやわ。やっとわかった、そういうことや。格上すぎるもんな、明らかに。行きましょう、4階。こんなとこでも足踏みしてられへんからね。満腹度 3%、 そんなギリギリまで使う、あの溜め込む必要もないんですけど。ちなみに種飲むと、おっしゃおっしゃ、 5% 回復ね。 OK。 おっ、やばそうなやつ来たぞ。毒、毒これ。角は大丈夫ね、角ルールは OK。 うわ、めっちゃ毒吐くやん。毒舌やこれ。毒消しそう、さっきやったらめっちゃありましたけど、今は全然ないので。ちょっと武器欲しいっすね。来た、どこにアイテムがあるか分かる。お、銅の剣来た。これは3か。おの鉄の斧の方が強いね。あ、よかった、イメージ通りやな。でもこれで鉄の斧の方が弱かったらなんかちょっと嫌やし。いや怖いぞ、まだもうちょっとレベル上げたいな。てか銅の剣なかなか可愛いですね。いいですね。いいよ。杖の識別だけしとこうか。
え？消えた。何？なんや？ワープしたんかな？え、なんやろ？やっぱり近距離じゃないと魔法来ないっぽいっすね。一時しのぎみたいなことかな。でもそれやったらジャンプしそうやから完全に消し去るみたいな2フラム的なことなのかな。めちゃ強いっすやん。その場しのぎには最強やけど。あー、いや違う、やっぱりほらワープしてるんや。ですよね。死んだかもしれません。ほら一回動くから。これがこいつのやばいところ。はい、空振ったら死ぬから、もう一応もう今回丁寧に、今回マジ丁寧やからね、絶対クリアする。もう恥ずかしい、魔導士にばっかりやられて。よし、ようやくちょっと戦えるくなったかね。ガチってみるか。怖いな。千里眼の巻物オン。おら、おら、おら、怖え。まだ危ないっすね。バシルーラの杖。はいはい。そう、どんどん力下げられる。剣来い。最強の剣とかなんなんやろ。正義のそろばんとかあんのかな。どうする。アイテムがないのは分かっていますけどね。ちょっと やめてあかん。立ち悪い、マジで立ち悪い。これ怖え。いや、まだ全然。おミイラ男。物理っぽいっすかね。強いだけかな。おー、15ポイントもらえるんや。怖えよ。ねん、こいつら、ほんま。まあまあ、矢いっぱいありましたよね。まだよ、矢あるよね。まあ、銀の矢先使っちゃおうか。結構空振るから。危ない。地獄耳。ははははは。魔導士狩りじゃい。次の回入ったら地獄耳使いましょうか。地下6回。し、行くぞ。地獄耳、もういっぱいになってるアイテム、なんか見たことないやつおるぞ。やっぱり足元のまま使えへんな。うん、あ、なんでしょうこいつ。ベビーサタン、パン盗んだ。そっちか、そっちの人か。
こん棒泥棒系や、泥棒系能力者や。あとは使ってみて、一応いっぱいになるだけか。満腹度は100は超えない。満腹やったらね、こう強くなるというか胃袋が広くなるっていうパターンもありえましたけどね。こいつは泥棒系やね。うわあ、そんな能力もあるんですか。ちょ、装備も一旦使う。気をつけて、気をつけて、気をつけて。いや、ほんまに気ぃつけなあかんことめっちゃ多いわ。かてえな、ほんで、ベビーサタン。マジか、あいつ。めっちゃ強いやん、これ。全然倒せへん。うおっつ。うおっつ。恐ろしいことしてきやがる。じっくり。いや、強いっすね、敵がマジで。まだ倒せない。強すぎる、マジで。ほんまか？設定間違ってないか、これ。やっと倒した。ああ、めっちゃ経験値くれる。結構そういう扱いなんやね。イカズチの杖欲しいですよね。おるおる。イカズチの杖でやってたんじゃん。そもそもめっちゃ硬いんですよ。よしよしよし、使うか。からのガチってやる。14ポイント、よっしゃー、強くなった。一撃でいけるか。よー、いいね。よし、力が戻ればこんなもん。こいつは硬え。いや、個体差というか、そのモンスターによって防御力とか攻撃力はかなり差がつけてある感じですね。特殊能力もそうなんですけど、それ以上にこの個別のステータス的なものがすごく違う感じありますね。さあ、7回でございます。まだお化けキノコがおる。バイキルトをまだ温存している。ちょっとでもなんかせめて鉄の斧のあるんじゃないかと思って。盗みあるじゃん、あれ。盗まれてたまるかよ。し、よし、下げられる前に飲んでおこう。おるおるら。あー、下げられた。飲んどいてよかったっすね。おるら。もうちょいやねんけどな。よし、なんかね、お金使う場面は来るのかな。まあ、おそらくお店とかあるんやろうと思いますけどね。
着実にこうアイテムは出してくれる、盗っ人と同じパターンですね。青銅の盾、マジか、倒せるかと思ったよ。めちゃくちゃイカ槌の杖使えるわ。回数これで何も起こらない。投げて、はい、出た。え、嘘でしょ。いやー、取られんのかい。装備してるもんも取られんのかい。マジっすか。マジっすか。ふう、結構ダメージ与えてるはずやから、あとはもう芝生だけですけどね、こいつらね。そう、もういっぱいおんな。使ってみよう。一マスだけっぽいっすよね。あのね、ヤーワだけは回収したい。よし、よし、さあ、じゃあ行こうか。まあレベル上げ、安全に行くならレベル上げしときたいところですけどね。8910と12、もう1個フロアがあるパターンなのか9で終わりなのかはちょっと不明ですけど、あ、間違えた、ヌルムーブ、あれ多分ベビーサタンでしょ。ベビーサタンがおる回で地獄耳やったらめちゃくちゃアイテム回収はできる。合成とかっていうのはあるのかな、要素としては不明ですね。くそ、当たらんな、もう。さすがに装備物、盾とかは取られないっすよね。取られて弓というか矢までかなと思うんですけど、さすがに。結構アイテム出すな。よし、行こうか。十分じゃ。8回、意味あるかないか分かりませんけど、レミーラ、お、見渡せるやつは罠も発見できるんや。ただ罠はマップ上には罰では出ないって感じ。あと見渡すことできるんか、これ部屋を見渡すことはできるんですか。できないくさいな。おっと、やばそうな雰囲気のマタンゴ的な、これは鬼面同士や。バシルーラ行くんや。でもバシルーラのみなら怖いですけど、いいよ。大爆発を起こす、曖昧やな。部屋の中全体に効果があるんでしょうか。大爆発が起きるぞ。試しとく必要があるね。ざっくりしてる。大爆発が起きるぞは、食らいやがれ。オッケーオッケー、わかりました。部屋中への効果ですね。完璧です。魔法は角飛んでくるか、飛んでくるかもしれないですね。今のはたまたま移動してきてくれましたが、よし、まあ、そこまで怖くはないな。鬼面
同士。あとあのマタンゴ野郎がいなくなったらもう毒消しを使いたいんだが、ちなみに腐ったパン投げたらどうなる？1ポイント。盾を投げたら2ポイント。まあ大したあれじゃないですね。こっちは甘っきょらやろな。あと意外と薬草的なものが手に入りにくいですね。あんま出ないですね。切れず努力の甲斐なく倒しきれず、めんどくせ。よし、行ってしまおうか。8回集中して。OK。 9。まだお化けキノコおるな。毒消しまだ使いたくないっすね。矢の補充はバッチリ。めちゃくちゃ強い。攻撃力が凄まじい。足を止めての殴り合いになると、ほう強いな。よいしょ。インパス。ここに来てインパス。聖堂の盾しかないんだな。どなたでしょうか。キメラですね。どなたでしょうか。キメラですね。よし。行かずきました。オッケー。睡眠が危ないですな。さあでももう10回ですから、まあしのげます。もう行かずちあるからね。そうそう、確率負けは全然あるからな。気をつけていこう。よし、行きましょう。10階ここにあるんよね。ボスっぽいのがおらんことを祈るが、対応できないですよ、マジで。すごい、でも神秘的な曲がドラクエっぽくてすごくいいですわ。癒しの曲やな、なんか。僕めっちゃ好き。あった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 、あったやん。めちゃめちゃあったやん、あそこ。
交換っていうのできないのか。めっちゃあるやんそこに。じゃあインパセルやん。なんだこの野郎。いや最後の武器を探してんねんけどね、いいのあらへんな。よし、王様の宝石箱を手に入れた。重要ですよね、これアイテムは。これを王様に渡せば不思議のダンジョンで冒険ができると。 OK、 持ち帰るまで一応見といてよ。今の道具は全部持って帰れるはずやから、さすがに次持ち込めるでしょうしね。一応武器はどうな、剣はどうなのかという銅だけに。よし帰ろう、もういいね。なるべくじゃあお金になりそうな、売ったりできそうなものの方を重視していこうか。 OK っすね。え？え？地下9階？え？あ！そういうことか、戻るんや。ほう、上がっていくんや。その帰り道もやりきるのか。なるほど、動画長くなっちゃうんで、じゃあ第1回目はこの辺で、帰り道も引き続き頑張りたいと思います。では楽しんでトロネコやっていきますんで、完全初見ですので、またよろしければ最後までお付き合いいただけると幸いです。ありがとうございました。